はいえー、岩井さんお疲れ様でございました。ーえっとーこのえー、今回のおめかしのアーカイブっていうんですか。うん、はい。アーカイブがですね10月の30日、うん、30日までずっと見れる。結構見られるじゃないですか。えー、やばいこと言ったっけ。あ今日はあんまり言ってない。あんま言ってないですね。意外に僕も岩井さんもつまんない大人になっちゃったんだなっていうぐらい<うー>。<laughs> あのカメラもあるとまあそこまではいやまあ真面目な話はねある程度リミッターはつけてということですねで次回のおめこ星なんですけども11月の8日ですね8日曜日11月の8日日曜日にですね開催が決定なんですがゲ元素があの鐘を鳴らした男あの鐘を鳴らした男といえばあの 虚婚と評判のそうですあの頃ははーミナーの岩井さんのねホリプロの先輩である、ええ、島田秀平さんがいらっしゃいます、ね、あら来てくれるでね、えー、これは楽しみでございます,いますこんな感じで来るんじゃないですか、ね、<え> <laughs> <laughs> ちょっと楽しみでございますね <laughs>、えー、次回の11月8日のお目こぼしもぜひぜひ皆さんご覧ください,、はい、ださい岩井さんありがとうございましたよろしくです。